はこちら、じゃん、ボートレーススミレーさんにやってきました。こちらの住谷さん、うん、3人で探索していろんな魅力を紹介したいと思います。はい、食べ物もね、おいしいご飯いろんなものがあるみたいなので、ね、楽しみ。早速行ってみましょう。行きましょう、ゴー。はい、こちら書いてある通りおすすめ観戦スポットらしいです。確かに間近で見れそうだね。めちゃめちゃ近い、本当にめっちゃ近くて、でもこのサーブで結構追い越したり置いてる、なんかそういうのがあるじゃないですか。そういうところを見れるのがいいですよね、この場所で。確かにね。こちら、総合インフォメーションです。はい、ちょっとあんまり詳しくない3人なので、はい、聞いてみたいと思います。はい、行きましょう。結構体乗り出してるから怖いですね。ラージが置いてる。全然普段として使えそうだね、めっちゃ可愛いピアス。女性も楽しめるやつ。サインが入ったタオル、で他にもいろいろ魅力的な商品があるので、ぜひ皆さん、はい、それでは次は売店で1万円分食べていきたいと思います。3人で1万円分食べる余裕ですよ。ちなみに罰ゲームがあるらしいです。食べなかったらすごい美味しそう。すごい食べたい。焼き芋、はい、まだ唐揚げとか、唐揚げとハムカツとコロッケ1つずつ。いける。はい、1店舗目は合計は2750円でした、はい、こんなに買って3000円いかない、ねね、結構ボリューミー、うん、結構ボリューミー、はい、いただきまーす。うまーい、幸せ、めっちゃ美味しいです。完食しました。完食しました。まもなく次へ行きましょう。行きましょう。から一旦大はい、続いてのお店はこちらです。ででででホルモン、ホルモン、またホルモン、ホルモン、ホルモンが有名なのかならしいです。何があるんだろう。卵、厚揚げもいけそうですね。すごい染みてる全部。これがシャバシャバ言ってる。はい、ということで2店舗目では2270円分購入しました。まず麺、あー、美味しそう、美味しそう、うわ、プルプル、ホルモン、あ、染みる。ちょっとトイレ行ってきますね。え、帰ってきました。おかえり。あれ、いただきます。え、日本酒大好き。なんか髪切りました。色も違うな。食べ方がのぞみんじゃない。あ、うん、ま、ちょっとあのまたトイレ行ってきます。分かった、トイレ行ってらっしゃい。我慢できなかった外で待機中のメンバーが乱入してきました。乱入し始めた。完食、次の店舗最後ですからね、はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう。頑張って行きましょう。はい、ということで最後のお店はこちら、キレン、ラキルネさんです。ここで残りの分を全部食べていきたいと思います。全部来ました。すごいボリューミー、ね、こちらが立ち船定食、あれ、レーサー定食。いただきます。いただきます。普通に家の人ゆうさん、真似しちゃダメだぞ。せーの、ごめんなさい。やっと食べれる。食べきるのかということで、私たちから罰ゲームのお題を忘れてた、忘れてた、いただきたいと思います。人目がつくとこで、スクワットでもしまうかな。つくとこで。スクワットなんかしたらスカートどっか行っちゃって苦しいよ。何ヶ月ですか。5ヶ月ぐらいかなこれ。はい、じゃあ罰ゲーム頑張りまーす。はい、はい、
ということで今回はボートレース住之江さんでお邪魔しましたね。よかったです、ね、美味しいものもいっぱいあったし、あの教えてもらえたしね、はい、すごく幸せな時間でした、ね、今日はこのままね、はい、我々幸せな気持ちのまま帰りましょう、行っちゃいましょうか。行きましょう。じゃあ皆さんありがとうございます。ありがとうございます。待った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 待本当に見ない。恥ずかしい。はい。終わり。苦しい。終わりかな。恥ずかしい。あの、あまりにも可哀想だったので20回にしました。ありがとうございます。はい、こちらでですね、2月29日から、サンスポ GSS 競争が始まります。はい。その日に29日の方ですね、シャーベット私たちも遊びに来ますよ。行きまーす。特別なイベントなども用意しておりますので、皆様ぜひ私たちに会いに来てください。お待ちしてます。それでは皆さん、はい、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。以上、シャーベットでした。シャーベちゃんでした。シャーベちゃんね。シャーベちゃんでした。